漆の魅力をもっと多くの人に伝えたい。女性漆作家が鉛筆や万年筆などのデスクウェアを作り話題を集めています。グッドラックストーリー。八幡平市の漆作家斉藤夏実さんは弘前市の出身です。大学で映像を学び、東京で仕事に就いていましたが、28歳の時、アシロ漆工技術研究センターで研修し、2年後、オリジナルブランド、木の資料を立ち上げました。どうして漆に興味を持って技術研究センターで学ぼうと思ったんですか？自分たちの世代が使いたい漆の商品っていうのがあんまりないなって思って、だったら自分で作っちゃえばいいんじゃないかなって、というところから漆を学ぼうっていうきっかけになりました。ブランドのコンセプトは普段使いできる作品です。手頃な価格で買い求めることができ、いつも身近な存在でありたいと思っています。食器って1日多くても3回しか使わないじゃないですか、デスク用品だと。1日中机の上に置いててもいいし、そういうこうライフスタイルにして自分が漆器を取り入れるときにそうしたいなと思って作っていますね。昨年末にはセーラー万年筆の依頼を受けて、漆の技法を施した木の汁万年筆を製作。奥深く澄んだブルーの色が注目を集めました。まあ、いろんなものでねチャレンジするし、またあの塗ったものも評価されているようなので、ね、素晴らしいなと思ってます。これからが運動伸びる時期だろうと思います。さらに新しい方向にチャレンジして伸びてもらいたい。岩質技法を用いたオオサンショウウオなどユニークな作品作りにも挑む斉藤さん。漆工芸の可能性を高めたいと考えているのです。今までにないような漆の作品を作って、漆を触ったことない人、使ったことない人、興味のなかった人にきっかけにしていきたいというか、自分もそうだし手に取る人も面白がって漆を扱えるようなものを作っていきたいなと思っています。女性漆作家が漆工芸に新たな息吹をもたらします。漆工芸をもっと身近に、グッドラック。自分の思いを言葉にして伝えることで信頼関係を築けるよう心がけています。この番組は光楽の提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。